から。そうだよね。裏がここに映るように。ああ、裏がここに映るように。映るようにしてて。で、ここのサビはだいぶ取れたから、うん、ここもサビサビやったんやから、真っ赤やったんやけど。そうですね、カッカやん。うん。こっからこっちは、あの、また、あとやねんけどね。こっから、こっちが、もうピッカピカやん。フレーム系でなんかはほんまやね、うん、まね、うん、なかなかやってる。今日で3日目か3日目ですよ、うん、キャリパーもだいぶ茶色かったけど、キャリパーカピカですわ。なんかこの動画を開けたあのわーって吹いてるのを、うん、あの見て、うん、なんかエアで飛ばしてるのを、うん、ゴミをこう落ち込んでるみたいなことちょっと書き込みが入ってたけど違いまして、ね、ピカピカですって。あるよね、薄い溶剤で、汚れ落としながらやってるから、あ、そうか、汚れ付着、そこまでそのめちゃくちゃ、エアだけでホコリ飛ばしてる、砂利とか飛ばしてるんちゃうから、溶剤で表面をきれいにしながら、うん、それを飛ばしてる状態ですね。カプラの中とか入るほどではかけてないから。ほんま霧状でピカピカですわ、うん、でないと反対にあれをせえへんかったら砂利とか、あ、そうか、うん、砂利とかが現れへんから、そうかそうか、砂利とかが噛んでたら余計に傷が入るから、あれをせんとあかんねん、反対に、うん、すごい、こういうやつはピカピカですわ、ありがとうございます。なんかピカピカですわ。